ちょっとタレコミの情報があるんですけど、はい、タレコミ。なんか我々のスタジオのね、まあ、ベッドのある部屋に古代エジプトの秘宝が隠されているそうなんですよ。秘宝があると。秘宝ですか？秘宝なんですね。そうですね。悲しい方ですね。ちょっと見に行きますか。まあ、もうどうやら今から3ヶ月間の間見られる秘宝らしいですけど。観光地になっちゃうし。大秘宝だよ。宝が1個前。こちらにいると。まあそちらの中に秘宝が隠されているらしいですね。秘宝がこんなね、とある一室にあるわけないです。いや、昨日俺普通秘宝じゃなかったもんな。昨日、今日から秘宝ってこと。まあそういうことになりますね。そんな変わることあるんだって。行ってみますよ。うん、はい。あ、秘宝ですね。これは あれ、我がファラオ。しかし初見のリアクション、なんかインパクト、どっちかというとアラジンだよ。で、これはファラオだろ。ファラオなんかな。これはファラオだろ。うるせえな、しかも。あー、うるさ。うるさ。おしゃれだな。めちゃくちゃうるせえじゃん。これアラジンだよね。これアラジンじゃない。アラジンですか。まあ、アラジンが流行ってるだけ説ある。引っ張られてるかもしれないけど。アラジン引っ張られてるのかな。イシスとかこんな感じじゃないの。あー、だってターバンが多分アラジンか出てるんだと思う。あー、ちょっと庶民感あるよね。え、庶民感なんか、王冠ないよ、ね、エジプトの庶民感あるわ、ちょっとなんか、うん、俺庶民なの、これ庶民っぽいな。アラジンでしょ。アラジンじゃないファラオでしょ。あー、今回は俺がファラオだと思ったらファラオだから。まあまあ別に誰も詳しくないから何も言えないから、うん、いやね、ファラオに向かってお前ファラオじゃないよって言えないから、なかなかね。3ヶ月じゃ。まあメインチャンネルのね、サムネであった3つも買ったけど、とりあえず届かなかったから。あ、そう、あ、そう、まあ、準備した。やばいなってなって、ファラオどうしようってなって、うん、まあ、マライカ行って、すいません、ファラオにしてくださいって言ったら、なんかマジで快く、ちょっと待ってくださいねって言って、ファラオって何だろうって調べて、これどうですか、これって完全にただのエリエツの服じゃん。まあそう、あったね。この辺マライカで全部。うるせえなー。これいいね。手のネックレスやばいな。これたまらんね。やばいね。これはファラオだよ。これちょっと全然好きそうだね、それ。これは羨ましい。1200円なんだよね。安い。ターバンもいいなー。まあだからあれの、しましまのあの被り物が来たらまた本格的になるよね、ちょっと。まあいろんな、まあ3ヶ月もあるからね。うん、飽きちゃうからね。いろいろ着替えた方が、多分見てる方も楽しいから、まあいろんなファラオで行こうかなと。これあれだよ、そのさ、城下町にさ、こっそりあの正体隠して遊びに行く時のファラオ。ああ。確かに。めちゃくちゃファラオ偉いっしょね。うん。おしゃれだな、なんかね。おしゃれなの、舐めてるでしょ。おしゃれじゃないやん。いるやん、こういうの。どれがおしゃれじゃない。ふざけられてる今。めちゃめちゃ目立つぞ。いないだろ。いるってどこで見たんだよ。お、大須あたりにいるやん。岡崎に住んでる。あ、大須はいるよ。大須いるやん。大須なんね。あー、そういう人だろ。そんな奇抜。タイニーさんとこんな感じじゃん。あー、タイニーさんマジこれだね。女の人でこれはいるよ。タイミーさんと一緒にしていけないから。あの人ちょっと特殊な人だから。特殊って言っちゃうだけ。あと首から上だけ見たらリョウくんちょっとドカッタみたいだね、なんか。もう普通にね、嘘、この道路工事で、まあだからつまりリョウくんは今日一日その格好してるってことですか。いや、3ヶ月だって。え、3ヶ月もやるの。3ヶ月だよ。おーし、そうだね。まあ昨日の動画すごかったもんな。まだ動画見てないけど、どんな感じなの。てかすごく面白いよ。いや、そう、おもろい。びっくりしたもん。なんだろう、楽してたみんな。強いて言えばさ、動画見てないけど、わかんない、どんな感じになるかわかんないけど、しばゆは何も言われてない。え、いや、あ、あいつうざいよね。ボロ叩きされてる。なんか、まあ恨みっこなしみたいな握手した覚えもあるけど、まあ、あれあっても今ちょっと俺恨んでる。だってみんなマジで命削って遠くまで行ったじゃん。命は削った。あいつ時間に余裕を持って家族旅行したんでしょ。らしい。だからお前エコノミーでマレーシア行ったんでしょ。エコノミー。やばくない。てか最初俺エコノミーで入力行く予定だった。どんぐらい。なんでエコノミー。死んじゃうよ俺。なんかあれこれあれかな、お金かかりすぎると開かないと、開かんかな。いや、さすがに許されたと思う。俺もちょっとそれ思ったよね。思ったけど、やりすぎだなと。俺 YouTuber が、そう、動画撮ればチャラだと思って、サブチャンネルを一人でちゃんと撮ってきたんだよ。ああ、そうすればもうチャラじゃん。
なんでお前エコノミーって体張りすぎる。そこで金使わないんだ。マレーシアはこれでしょ。マレーシアはね、俺なんなんマレーシアは7往復な7ね。いやまあずすいずっと映画見てんだよ。モニターない。かわいそすぎる。充電ない。俺めちゃくちゃ映画見たのに。めちゃめちゃかわいそう。見れると思って意気込んで、何も買わずに意気込んでいったら何もなくて、あー何もないと思ったら、ついあーって聞いたわ、それ言ってたね。マジかわいそう、7時間それは。何時間なんだろう。17時何時間かかるね。間入れたらマジで20何時間とか。で、北海道で凍えてんでしょ。凍えてるもうまだいい方だった。ビジネスで行かしてもらったから。まあまあ、まあ、帰り3時間止まらなかったね、座ってから。びっくりしたよ。そこまで止まらなくて、もう、まああるかと思って、ね、ディナーの準備してるから、まあディナーはまあ準備させてあげようと思って。まあまあまあ、なんかちょっと時間かかるで、寝ちゃって起きたら動き出してやろうと思ったら3時間経ったっす。おかしいな。片や DK チームのメンバーは、何してくれとんだ。しかもあの時ってさ、動画出さなかった日でしょ。そうだよ。だよね。うん、勝手になんか、すいません、サボり癖が出て、サボりましたって勝手になんかツイートしてた日だよね。あ、そう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 。ね、ちゃんとそれ動画に入れましたね。そうなんだ。うん、それはどうせ叩かれるなと思って、もう先に動画に全部入れた方がいいと思って。ね、そうだね。案の定コメント欄もバーン、こっちで処理してあげないと。うん、VK チームちょっと褒められるってね。違う風に動いて、俺ロスのダウンタウンで朝4時に起きて動画投稿してるから。で、一番怒ってるからな、サブちゃんで。そありえねえって怒ってるから。うっさ、うっさいじゃん。おもろいちゃんと量が負けるからな、それ。量が負けるのは分かったそう、これは多分ね、なんか僕負ける気しんかったもん、あのじゃんけんはちょっと。確かにミスター負けるみたいだけど。いや負けるな、シンガポールまで行ったんだもん。うん、それは負けるよな。シンガポールに6時に着いて12時に帰ってきたから負けしか見えんわ、それは。遠くまで行ったら行っただけ負ける可能性があるもんね。そう、俺も NA 着いた時にこれで負けたらもう仕方ないなっていう、なんかもう運気が負けるとは絶対としんつだ、人生を楽しむしかないなって飛び込んでいったから。いやでもこれ結構楽しく、あーうん、どうなるんだろう。涼しい、涼しくねえだろ、暑いだろ。めちゃめちゃ暑いぞ。割と不幸せではある。聞きたくなかった、そのだけは。不幸せやめて、言わないで。不幸せだけ聞かないであげて、不幸せってことだけ聞きたくなかった。まあでも、まあまあいろいろマレーカ見に行ったら、まあいろんなね服があるっていうのは分かったから、いろんな服が、まあ、こういうファッションになったと思えば、まあ、だからそれを売ってるってことはね、そういう服を着てる人いる人だからね。あめちゃくちゃ、ね、原宿にいるな、何そのファッションみたいな人と思えば、それはファッションめちゃめちゃポジティブに言ってね。だってさ言うしかないからね。でもコスプレはさすがにコスプレすぎるわ。いやあれ多分入んないし、俺185センチあるからフリーサイズのものって大体入んないから、ちっちゃいかな。うん、いやあれがやばいよね、やっぱりそのファラオたるあの帽子みたいなやつ、こういうやつね。そうそう、意味が分からない。あれはああまだ見てないけど、やっぱいろんなファラオ見せてあげるのがやっぱね、罰ゲームを見る側としても楽しいから。まあだからいろんなファラオの参考になるよな、りょうくんが。これね、いろんな国のファラオが、このこいつかっこいいな、参考にしようってなるような、いろんなファッションしてください。全部終わった後におすすめファラオ10選みたいな、こちらも撮れるし、ね、これはこういうとこが良くて見た目がこうでみたいな、うぜぇシチュエーションでいいね。エジプトの言葉であのタイトルつけて、それね。効果感着回しファラオコーデ。エジプトって何語なんだろう。これの文字あるよね、iPhone に今。ああ別にエジプト語あれじゃないと思うけどな。エジプト語ってあんのかな。パピルス紙でなんかメモを取ってほしい。ちょっとみんなもなんかエジプトっぽいものあったらちょっとね、勝手に買ってリョウ君にプレゼントしましょう。それマジ使うわ、エジプト。かぶりもんでいいならあるよ。あ、エジプトなんか、あれシバユのパクるやつで俺が買ってきたけど、あの結局間に合わなかったやつ。俺が渋谷のなんか何でも屋さんに売ってる。そうか、ケントスにそれ結局参加できなかったもん。始発に乗れず、始発失敗して、始発の大失敗して物は買ってやるのに入り取れなくて、よしこれ大丈夫だったらね、あー始発行ったーってなって最後だけ入れて、確かにあの動画9時半に入ってる、都心室で。そうやばい、ごめん、都心さんここでファラを渡せた。ごめん、神なんだけど、ごめん、神なんだけど、しまったって言いながら、しまった。じゃあ昨日なんかフラグ立ってっちゃったなと思って悪いかったな、本当に。あの目の前仕事券のとか最近全く聞こえない。もう疲れすぎて、睡眠が深すぎてなんか潜っちゃってんだよ。昨日だってさ、都市水と亮一緒にいたじゃん。だから僕はここに2人いるんだと思っちゃった。そう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 。いや終電は全然間に合わない時間だったから。あ、そうなんだ。12時半に
その都内戻ってきて、うん、割と、まあ、で、一回一回算して、また明日会って、ちょっと俺ファラオ先に入っとこうと思って9時半に来て、私みたいに11時に来る。俺がちゃんと、俺がむしろ言ってもね、明日7時の電車だねって8時、8時に来たもんね。確認して、アラームもちゃんとしてるんだよ。来てさ、哲也にさ、都市立どこにいるんだろうねって言ったらさ、今豊橋いるよって間に合わねえって、10時2分それが間に合わないから、ね、随分とのんびりしたいい優雅な朝を過ごさせてもらったわ。すいません、本当に、まあ、今日はね、寝たがいいだから、うん、うんこ、うんこしたし残り5分で、名古屋つくん残り5分でうんこしたし結論も吹けないし、いや、それは吹いてこいよ。2分は、いや、5分あるなら吹けるだろ。めっちゃ痛いんだから、こうやって新幹線歩いてたもん。マジで知ったことはなかったけどな。どんどん調べよう。としみつが急ごうか、新幹線早くならんからね。あ、でもいいでしょ。というわけで、りょうくんは、まあ、今日一日中チャラ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 言ってるだから3ヶ月やばいな。やばいと思う、普通に。頭おかしいよ。うん、天然ロッドあげるね。これ持ってないとお前誰だか分かんねえぜ。うん、あと、なんかね、エジプト下り欲しいよね。ね。なんか。タンクトップ状態にちょっと習って、もう練習しようしない。アテム。アテムの。あいつもほらだからな。そう。確かに。あ、遊戯王に出そうじゃない、あるよね。うん、シャーディーだよね。あ、シャーディーはハローじゃないのか。シャーディー。うん、遊戯王やればいいじゃん。遊戯王でも趣味の人いるから2人。いや、これで遊戯王やればいいじゃん。完璧だったよ。買ってったよ。もう6万円も買ったよ、俺。おぉ。めっちゃ並んでる箱。全然どっちが強いよ。できないから分かんない。今対戦カードでね、ビビビビって横線、横線。10周年記念のやつが2個出たから。うん。それだけは俺のダイニングテーブルにずっと置いたんで。それだけ触んないと。友達の。それ多分、買うと高いから。おい。じゃあ、りょうくん、今日一日頑張ってください。だから3ヶ月